両使命の治癒、刮目してみるがいい。完了です。なんだよ、うっせえの。うっせえのはあんただっつの。鈴、奇襲だってのに、なんで鈴鳴らしてるんだよ。こんまっけえやつだな。ふざけるな。まったく、なんで俺がこんなバカだ。って、はい、やめんか二人とも。合皮の雪辱を果たすのだぞ。だらんことでいがみ合ってる場合か。おっさん。誰がおっさんだ、バカ者。いや、リョウモンさん、声でかいですって。そうそう、敵襲、敵襲だ。こりゃバレた。おい、ここまで近づけば十分よ。二人とも、行くぞ。よっしゃ、暴れるぜ。あ、もう、なんでこうなるんだよ。目指すは敵陣中央の跳ね橋、これを下ろし、孫悟の軍の進路を開く。まず、ここは眼前の砦を突破せねばな。艦内、両党、行くぞ。わかったぜ、おっさん。始まったものはしょうがない。何のことしますか。しかし、では拙者が守る。よし、このまま跳ね橋へ急ぐぞ。また行こう。勘弁。何の真似だ。自分だっつの。そうだね。けど、ダチをほっとくなんてできねえんだ。ダチ？ノーダチだ。自分で戦う奴らはみんなダチだ。簡単すぎるんだよ。な。それも悪くないか。お疲れのようです。
軍へ。再び参る。敵本陣を叩き。よし、二軍はもう散り散りだな。敵本陣へ向かう。暴走の鍵を狙うぞ。火を喰らう戦は弱者なりの知恵。その努力には敬意を払ってやる。我が国の自由に敬意を払う。だがそれもここまで。発目せよ。無駄とせよ。暴走。山の国、100点以上の価値がある。これで奴らもしばらくは守勢となるであろう。合皮の雪辱は果たし、劉備との連携の上でも面目は保てた。まあ上々ってとこですかね。うん、お前たちよくやってくれた。へえ、まだ暴れ足りねえぜ。
おっさん、このままもう一度ガッピまで攻め込もうぜ。やれやれ、まったく、なんで勢いだけで物が言えるのかね。ここはこれで十分ってわけ。それに勝利の杯を交わすくらいの余裕は持つべきだっつうの。へえ、ま、悪くはねえな。よし、俺が殿に頼んでいい酒をいただいてこよう。その代わり、俺も混ぜてもらうぞ。へへ、まはははは。よっしゃ、じゃ、帰るとすっか。